なんていう地域？どういう地方？ヨーロッパじゃないのかな。ちょっとポーランド情報を調べよう。ポーランドとは？ポーランドって全く知りません。何なのか、うん、私も。ポーランドとは、うん、ポーランドは中央ヨーロッパですね。ドイツの右。パリとどれぐらい遠い？パリは、スペイン一個挟むぐらい。あれはスペイン、フランス、ドイツ、ポーランド。スペイン、フランス、ドイツ、ドイツ、ポーランド。てっちゃん、Wi-Fi 切ってみてだって。はい。いかがでしょうか。いや、私的にはもっとモザイクになっちゃった。さすがに Wi-Fi で全然良さそうだけどな。どうですか？ポーランドで有名なものは調べよう。お土産何買い？甘いものかな。ポーランドお土産。ポーリッシュポタリー。食器。ん？ああ、食器有名だ。コースター、ボールペン、メモ帳。あ、よくなった？嘘。よくなったって人とひどくなったって人が。むちゃくちゃ。いや、なんかみんな良くなってる。Wi-Fi が先般でした。やっぱダメだ、家の Wi-Fi が。ポーランドの食器ね、食器いいじゃん。食器でお願いします。ご飯乗せる食器。コースターもありだね。コースターあるよ、てっちゃん。ん？結構もらったのがあるよ、コースター。見せたじゃん。覚えてないの。何のって？結婚祝いにもらった、うん。ヴィトンのカラフルなコースターあるよ。見せたよ。だっけ、あれ誰が持ったんだっけ。え、YouTube のおじさん。YouTube のおじさん、あ、みーちゃんのチャンネル編集してる人？そんなくだりがあったような気もする。見したよ、それでかっこいいねって言って。あ、透明な、透明な7色ぐらいあるやつ。そうそうそう、もうちょっと色が違ったらトーカーウェアの色だったのにねって言ってたやつ。覚えてるよ。めちゃくちゃ。あ、マトリョーシカあるって。いや、マトリョーシカいらんでしょ？マトリョーシカ買って、うん、全部サイズをてっちゃんの周りの友達にちょっとずつあげようかな。意味な。マトリョーシカの意味な。大きいとちっちゃいの。まあでも意外となんかこれだってやつないね。食器かな、やっぱり。食器か、食器な。結構どこでも買える系のものばっかりかもしれん。悪口言うな。悪口、あれ、違う、ポーランド。ポーランドの文化が世界各国に散らばってるのかもしれない。そうかもしれない。ブロツアフ空港だった？ん？ブロツアフ？ブロツアフ？うん。え、ワルシャワ空港だったと思うけどな。え、なんて？ワルシャワ。あ、ワルシャワ、あ、これか、ほんとだ。ワルシャワね。ね、ハリー・ポッターのさ、うん。見た続きのやつ、一人、機内で。なんで？家で見たやつの続きを機内で見ちゃった、一人で。え？死の秘宝？え？死の秘宝見たの？見た。一だけ。キーワード1だけ。2は？1だけ？
1ってなんだっけな、氷の、ああ、ああ、水の中で、みたいな。うんうんうん。あれ、ロケット壊せたよね。え、ああ、ロケットね、ロケット、うん。こっち想像しちゃった。こっちね。これね。うん。見ちゃった。でもなんか、やっぱちゃんと分かったし、うん、なんか、なんでロケットを壊してんのってなっちゃった、もはや。いつ決まったっけ、ロケット壊すこと。言ったやん。決まった。分霊箱がいっぱいあるんだよって話をしたでしょ。うん、なんでって思っちゃったわ。あんた寝かけとったもん。難しいハリーポッターは。あれで、あの謎のプリンスの終わりがけっていろいろ説明して。ただのビデオ通話やっけってきた。確かに。確かに。エンタメ型にするか迷うね。エンタメ型なんていうのがあるの？え、なんか、第2質問はありますかとか。第2質問はありますか？なんか多分、てっちゃんが連れてきてくれた人がめっちゃフォローしてくれてるか、私の方はあんまりコメントじゃなくても、フォローしましたっていうのがいっぱい来る。あ、ファンタビア見ましたって説明、質問が来ました。一作目だけ聞いた。ブルーが来ないとブルーデモントが滅びないんで、うん、何個壊そうみたいな、なんかその目標設定みたいなのがいつ行われてたのかが分かんなくて、なんかその今日見たやつは壊して、なんかあと3つだ、うん、たったの3つだあって、何個だったんだっけみたいな、なんであと3つなのってなっちゃって気が散っちゃったりとかし、この前さ見たやつのさ、先生がなんか自分の記憶を改ざんしてたじゃん。あ、で、本当の記憶だと、あの、ヴォルデモートの子供の時、あの、福山潤さんの声の、わかる、うん、が、じゃあ7つに分けるとかもできるんですかみたいな言ってたじゃん。7人も、一人でも大変なことなのに、7人も殺すのかみたいな、なんかくだりや。それでもう7、なんかドラゴンボールみたいだったね、みたいな話になったんだっけ。そんな話あったっけ。自分が そんな感想言ってないかな、私。いや、まあ一周じゃむずいね、なかなかね。むずい。もう一回見るわ。わかんない。この気持ちのまま、もうあと1個そう。見ていいのかなと思ってる。何にも思わなそうで。え、これ何だったんだろうってなりそう。もう一周見てから。1って感動した？死の秘宝1。涙ってこと？そう。心が震える？そう。した？しないか。あれなんだっけ？ 2 か。2なのか。まあ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 。暗い気持ちになった。うん、どこで終わった？なんかすごい。寂しい感じで終わった。孤独っぽい雰囲気。何も、うん、なんか印象的な感じで終わってない。え、なんかここで終わるんだ、ず、まあ、2週目見たら全て理解できるよって。はい、もう一回見ましょう。何だ、ああ、生ハムチーズ。あまり？この間の全部？今？ん？今全部？この間のあまり？あ、この間買ったやつだよ。ないやつ？今開けた？今開けた。まあいっか、それなら。あんま全部食べる。する。一気に。健康的、まだ健康的な方よ。
サラダと何だ？ん？サラダと何？ママヤっていうとこの宅配。頼んだことないかな。この何だ？ママヤ飯。ママヤ知らんかったらはいってなるから。バイル嫌いでしょ。しかも本当にこれビデオ通話。ビデオ通話。2時にそんなね、気合い入れたやつやる気にならないでしょ、そんな。っていう気持ちがないけど、いいのかな。そっちはあれか。今からゴールデンタイムなのか。うん。そうだよ。ポーランド人かっこいい？あんまりわかんない。なんか優しい、太ってて。ポーランド人太って優しい？失礼、こう切り抜かれたらやだ。たまたま空港のタクシーの運転手さんが太ってて優しくて、うん、なんかイメージが決まっちゃったそこで。あ、ポーランドの人は優しそうだなって。観覧車があります。ちょっと特定される。やばい、場所特定される。来ちゃう。気をつけてよ。17時間ぐらいかけて来てくれたら、もはやそれは。ありがたい。ポーランド今から行けるのかな。気持ちさえあれば。あれ遠い。何のチケット、何の仕事って言おうと思ったけど言えないわ。内容は言えないけど、なんかバラエティのロケ、特番、うん、なんか既存の番組じゃないかも。この番組ですっていうやつでもない。みんなしか知らないやつ。いつ放送ですか？わからない。ビデオツアーさ、昔って言っても前はさ、してたよね。ん？結婚する前はビデオツアーしてた時あったよね。寝る時とか？寝る前とか。そうね、最近ないね、あんまり。まあ、合ってるそうね、合ってる頻度が違うね。うん、なんかさ、友達見てるって意識し始めたら恥ずかしくない？そう、だから結構こういうテンションになっちゃう。確かに、冷たい。人がいる時の電話のテンションだよね。うん、友達モードだね、やっぱり。そういうこと言うと恥ずかしいからやめてください。どっちに言ってんの？コメント？私？私、あなた。普段は違う。普段はちょっと違いそう。ちょっとね。ちょっと、うん、いつも通りやっては無理です。完全に部屋に他の人がいるだけで電話するとバレるからね。こんな1万人に見られてるって思ったら、そりゃ無理だよね、気抜くの。もうちょっと表情が油断しないように固まっちゃうの。でも私がなんか平気ね、いつもそうよね。何がいつもって。みーちゃんの方が見られてても平気な人だよね。うん、いつもと違う？違わない？うーん、あんま違わないけど、人に惹かれるようでハキハキしてるだけ。伝える気持ちはある。俺の指輪がないって言ってる。左手こっちね。多分反転してる。さすがに外国でされてる。なんか外国でチャンスだってこっちが僕の左手です。
なんかたまになんかつけてないんですかみたいな言われるときあるの、ストーリーで写真とか載せたら、うん、仕事バラエティ、お笑い系のバラエティの仕事のときはなんとなくつけなくて、うん、とかそれ以外の取材とか、うん、記者会見とかイベントとかはつけてるって感じのスニーカー、うん、外してる。なんで？なんで？なんで外すの？なんで嫌なの？別になんかあれだよ。なんか、あ、例えばすごい変なことやんなきゃいけないとして、あ、なんかこの人、うん、人妻でなのに頑張ってるとかって、なんか余計なこと思われたくないからあるかねそれ、バラエティー騙し勝手に。まあまあいいけど、なんでなんで別にいいですね難しい恥ずかしい、照れがなんで照れてんのそんな思ってないのにわざと言わないで、そうやって可愛いこぶってる、可愛いって言われたがってる、おかしいな。じゃあバラエティの時外すの初めて聞いたよ。あなたがテレビを見ないからだよ、私のバラエティを。全然見てないから分かんないんだよ、見てたらすぐ分かるもん。確かに、あの鶴瓶さんの乾杯の番組さ、楽しみにさ、明日だねとか、今日あと何時間だね、それまでになんとかしなきゃ、お風呂入ってくるねとかってやってたのにさ、今日の私の PS ゴールドはいなくなっちゃった。え、どうして？ PS ゴールドはさ、なんか寝ちゃってたんだよね、見てないんだよね、一丁前にツイートし、はい、めちゃくちゃ寝てました。でも結構、ね、見てた風ツイートしてたね。お話は聞いてましたね。でも私も別にみーちゃんの、あの動画を全部見てるとかっていうわけじゃないんで、まあ、お互い様ではありますが、まあね、で全部見てるっぽいさ、夫婦っぽい感じじゃん、なんか世間からしたら全然さ、なんかなんて言うんだろう、世間がすごいなんかさ、不思議な気持ちになる、押せるみたいなさ、嬉しいけど、うん、推し夫婦か世界一かわいいみたいなさ言ってくれる、それすごい恥ずかしい。なんか、いや別にな、全然一言も喋んない時間とかあるじゃん、二人でいても。まあ見え方とリアルは違うかもね。そうそう、だからそんな本当鍛え上げられたらさ、なんかリアルでさ目撃された時とかさ、うっかりされそうで心配だから、そんな普通ですよって言って、ちゃんと。いや、押せるよ、尊い押せる自分で言うんだ、めちゃくちゃ押せる、見ててあ、いなくなっちゃった、すぐ言えなくなり方面白い、後ろに引られてる。え、どうやってやってんのそれ、もう一回やって。どうやってやってない、寝てる。あ、え、どうしてると。あ、椅子がそういう高性能のやつなんだ。ん、違い、腹筋ネタなの。マジで背もたれがビヨン。え、それどこ今、和室。和室か、だからだ。一回さ整理したいのがさ、うん、岡崎でてっちゃんと一緒にいるときに、うん、会っちゃったっていうか、人に会って、てっちゃんのファンとかに会って、その時の私の言い方、それ一回整理したい。どういう顔で何してるかってこと。そうそう、なんかさ、東海オンエアのファンの方がいつもいるじゃん、岡崎氏は。うん。それ、なんか、最初、てっちゃんが話しかけられてたら、メイクしてて、ちょっと自信があったら、横でニコニコ、奥さん顔できるんだけど、
すっぴんで、なんかボサボサの時、私、お風呂入らないで次の日、稼働してる。そうね、なんか人に見られるモードじゃない時、多いよね。そうそう。時にさ、なんか、ちょっともう、あっ、みたいな、もう。私はいないことにしてくださいみたいな時あるよね。そうそう。だけどさ、意外とそういう時に限ってさ、あの、AKB も見てましたとかさ、ノースリーブスの CD 持ってますとかさ、声かけられちゃってさ、嬉しいのにさ、油断してたみたいな時あるじゃん。意外とっていうか、でも毎回いるじゃん、絶対に。いや、そんなことないよ。こないだなんて、てっちゃんにそこで私、携帯構えてさ、うん。見返したじゃん、一生。いや、本当は、みんなみーちゃんとも撮りたいんだけど、かごた公園で。え？かごた公園の方のとこで。すっぴんだったから写真写りたくないかなと思って、もうサクサクサクっと回るように、あ、じゃあちょっとか こっちに来てカメラ渡してってさささってこうやってたじゃん。どうしますかって聞いたら、多分4人がいいです、3人がいいですって言う、みんな。だから二択だよな。てっちゃんみたいに何も気にせず写真を受けるのか、うん、常に自分が撮ってもいいぜっていう状況にするのか、どっちかだよね。か、ボサボサでも映るからね。うん、それが最初の案。あれ、そう言わなかった？てっちゃんみたいに何も気にせずボサボサでも映るか、ボサボサに映るか、綺麗にして映るかね。そう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 、なんか断るの申し訳ないなと思って、たまにあるじゃん、私、あの、うん、てっちゃんも言って、なんかすっぴんみたいなんで、みたいな。最近はちょっと、マネージャー風に言うことにしてる。そう、でもなんかせっかく。今、すっぴんなんでって。なんか、なーって、なんか、徹夜魂を見習った方がいいのかなって思ったりする。せっかくのこんなコラボ配信でこんなボサボサで出れるんだから。どっちが？ん？俺が。すっぴんだよ。俺もだよ。だろうな。いや、本当にいいのっていう状況でファンの人として。そこね、尊敬してる。いや、あれし、みんな喜んでるからいいんだよ、それで。うん、だってさ、その人の写真がその人の携帯に入ったところでさ、それが潜在写真のように使われるわけじゃないじゃん。でもなんか、ブラーカ？ん？ブラーカとかに載せるじゃん、きっと。みんな裏垢に載せて、峯岸に会ったって、ね、あの、継承略で載せるわけよ。哲也と峯岸おったって、あんな写真撮ってくださいって言ってくると、みんな峯岸おったっていう雑な文でみんな載せるけど、それで終わりなんだから。うん、まあ、じゃあできるだけ外歩くときは綺麗めにして、うん、最悪気にしないで撮るってことに方向性にしようかな。じゃあ今後はすっぴんなんで今日はって、マネージャーやんなくても大丈夫？うん、でもなんかすっぴんってことは相手に知ってほしいから、すっぴんですが、すっぴんなんですけどいいですかって言ってほしい。すっぴんなんていいですかの確認だけはじゃあやりますね。断らなくていいから、すっぴんですよ、すっぴんなんですけどか、すっぴんなんですけどまあ可愛いんでいいですかとかっていう。今ちょっとすっぴんなんですけど可愛いんで、これでこれでもいいですかって、確認から入る。そうそうそう。コメントで、なんか、私も化粧落とすって書いてある。相手の持っといて、取りに来た人の化粧落としちゃえばいい。いやいや、それ。それはさ、もしかしたらさ、好きな人とかにさ、会話するかもしれないからさ、それはさ、漏れてた方が、あの子はやっぱり。男の人だけ髪の毛とかバシャバシャにしてほしいわ。でめっちゃ撮るならぐちゃぐちゃになるけどいいっていうね。
で、めっちゃ前に出たし。まあ、顔がね。で、私はもう。で、男は顔。うん。こうする。俺が化粧、哲也が化粧したらいいんじゃねっていうのは何？誰のための何それは。もう解決してない。一個もいいことがない。そう、なんかいつも哲也ちょっと気遣ってるの分かってごめんねと思ってたよね、なんか。みんな思い出残したいだけだから。じゃあな。あったよっていう。油断せずに可愛く、うん、で歩く。毎日化粧は大変だもんね。うん、太った。それさっき何ね太った方が喜ぶのやめて。太り続けちゃうから。今ベストだよ。うん、うん、やばい、さすがに、うん、なんで、あ、そう、何が痛かったっていうと、さっきさ、このくだりやったじゃん、一個前に。丸いの？うん、私が言いたかったのは、てっちゃんがいいって言うから太って言ってたんだけど、さすがに最近本当に太っちゃって、なんかデニムとかのボタン開けてんの、いつも。ないの。で、長いあのトップスに隠して、うん、デニム開けて、さすがにやばいなとか、テレビとか出ても悪いし、一回、なんか、峯岸妊娠したみたいになっちゃった。太りすぎて？ん？太りすぎて妊娠だと思ったの？だから、ね、それでなんだっけ、それで、まあでもてっちゃん平気っていうか、普通にさ、いいじゃんって言うじゃん。だからいやと思ってたんだけど、ずっとループしてる、結局太ってるから。さすがにね、今そのてっちゃんになんか太ってても可愛いとかって言われてもね、もはや自分がそれを信じられなくなるぐらいまで来てんの。最近さ、うん、私自己肯定感下がってんじゃん。そうね、あの昔結婚当初とか、なんかスタイルブックとかウェディングフォトの撮影で痩せてたから、結構なんか自分に自信あったの。あとてっちゃんが褒めるから。だけど最近その限度取ったから自分に自信がなくて、てっちゃんに褒められたりしても思ってないだろうなって思っちゃう。自分で信じれなくなっちゃったらもうダメよね。そうそう、何言われてもなんか肯定できなくなっちゃったの、てっちゃんの意見を。それは良くないな。ファンの人とかもさ、太ってないよとか言ってくれるんだけどさ、うん、でも私は太ってるんだもんって思って、それでなんか良くないの。てっちゃんと一緒にいてもなんか信じられないの。俺の言うこと全部信じれなくなっちゃった。うん、全部っていうか、その太ってる系とか褒められないよねってこと。ん？可愛いってそれはまあ言うよねって感じ。うん、なんか無理して言ってるのかなみたいな。私が言われると私が落ち込むから。うん。でも太ってるって分かってるんだし、俺が言うことないかなと思って褒めてくれてんのかなみたいな感じがしちゃうから、そうな、俺はそんな風に気を使うことはできないよ俺は。そうなの。うん、思ってることしか言えない、お世辞言えないもん。じゃああと何キロ太ったら太ってるよって言われるんだろう、怖いわ。今何キロ？言えない。あと、13行ったらさすがに言うかもね。やばいやばい、行き過ぎ。13は行き過ぎだよ。その前、私がやみまくって、
ダメ。中サバいかない。私、メンヘラなんだよな。メンヘラ気質。うん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 。それはそう。かわいそう、てっちゃん。いつももう、てっちゃんってほっとメンヘラですかも。も言われるんですよ、これを。かわいそう。でもかわいそう。だからといって、てっちゃんが私の代わりに太るのも健康的に心配だし、そうね、自分が頑張る。ああ、ああ。みんなにすごい羨ましい、羨ましいって言われるのに、相手からはかわいそうって言われるの不思議だよ。いや、てっちゃんマジかわいそう。かわいい。世間的には推しと結婚して、最高に夢をつかんだみたい言われてんだよ。なんかそれが余計にかわいそう。なんでか、なんか世間から別に大変だなって思われてたら、なんか世間も分かってくるし、本当に大変だしぐらいな感じだけど、なんか世間から圧倒的幸せ者みたいに言われてんのに、実際めっちゃ大変そうでかわいそう。大変じゃないよ。そう幸せの絶頂。でもそれも今太ってるから信じられない。そんなわけない。ガリガリより太ってる方がいいけどな。うん、まあそれはそうだよね。でもガリガリには一生なれないから、私は。うん、だからもうそれだけでね、十分幸せ。うん、せめてあのてっちゃんが買ってくれたマルジェラのデニムが締まるようにならない。でもさ、最初からちょっときついだっけ。もう忘れちゃった。でもそんなきつい状態で履いてたっけ。ちょっときついなと思ってたんだけど、今は開けてる。あれ、サッシーとオソロのやつ。そう、あの横が開いてるやつだよね。そう、きつい。ヒートテックポーランド仕様、うん、から結婚してメンヘラ治ったかと思ってた。そんなことないです。治ったんだけどね、再発した。あれは富士の病らしい。あ、細いじゃんってめっちゃ言われてるよ。あのね、ここが細くてね、ここがやばいの。ここにこれぐらいのお肉があるの、私。これは本気で本当なの。本当ですよ。うざ。ま、ここだけ細い。で、こうやってやると、ここにすごいあんの。マジマジマジ。これはマジ。本当にマジ。わかる。本当だよね。へそのここだよね。この、本当へその場所。え？いや、じゃあ、みーちゃんはてっちゃんの携帯見ちゃう？いや、なんかこの間、なんか石つぶてだから、私基本的に助手席の時に預かってるじゃん。だから携帯見ようとすると、私の目の前で暗証番号を押すじゃん。うん。で、一瞬、なんか、覚えたの。復唱したの。一回頭の中でね。うん、心がなんだけど忘れた。もう見えない。結構覚えづらいよね。うん、なんか何、なんか覚えられなかった。でもなんか覚えたら見ちゃいそうだからやめた。で、本気で見ようと思ったら、その瞬間にこすってメモするじゃん。うん、だけどそれしなかったのはなんか心の成長だなと思った。多分昔だったりしてた。大人になった？見て、なんか何もなくても私すごい不安症だしネガティブだしさ、メンヘラだからさ、何もなくてもこれは何だろうとかあれは何だろうとか気にすると思ったから、うん、気にするのがなくてやめた。だから気をつけて、うん、あんまやんないで。開きっぱなしとかで置いとくなんてこと？いや、うん、あの暗証番号、まあ、でもな、これやって隠されても嫌だしな。まあいいや、気にしないで。
心の平穏のために俺の暗証番号は忘れてくれ。うん、もう忘れた。だから、あの、分かるようにあんま押さないでってこと。難しい。だから、もう何みーちゃんやつめっちゃ覚えやすいのにすぐ忘れちゃうんだよな。私のは知ってると思ってた。ん？私のは知ってると思ってた。じゃあめっちゃ覚えやすいじゃん、そのなんかあの由来というかさ。ね、あんま言わない方がいいよ。でもなんかちょっとごちゃっと変えてるからそれでは分かんなくなっちゃうんだよ。なんか混ぜてるよね。うん。混ぜてるっていうのがストレートじゃないよ。うん、それはないじゃん。うん。なんか話すのうまいだって。いつもだよね。会話上あんま自分でわかんないけど。なんかしすぎてかわいそうになってきた。何時。じゃないよ、見てくれてる人。あ、見てる人ね。元気だもんね。いつもこの時間が一番元気だから。今から編集しなきゃいけないんだな。え、そうなの？え、明日の？だって明日ってかもう今週末はもうやることだらけで。うん、今週がポーランドでよかったわ。出た。じゃあもんね。ん？私が言ってると気にして時間を作ってくれて仕事が深取りづらくなる。それを言い訳にしていつもサボっちゃうだけ。確かに。なんか夕方から夕方まで寝てたもんね。うん。二人の時間を大切にしなきゃって自分で思いながら爆睡してるから。それで二人の時間も手抜かないと仕事ができなくなる、うん、そう、全部何もできなくなっちゃうから待ってください。頑張ります。なんでローランド、ポーランド、ローランド間違う、ポーランドと中継がつながって。すごいな、そんな遠いとこにいるの不思議だな。ちょっと前例見ていい？これ今ピッてやったら消えちゃうよ。消えちゃう。俺だけ消える？ちょっと数秒消えたら終わりにする。今どう？何も起きてない。何もいなかった？俺がいた。あ、いたの？うん、ちょっと待ってよ。いや、わかんない。なんか止まってるように見え消えてた？消えてたっていう人もいるし。めっちゃポーランドにいたわ。そういうとこにいるの。遠いね。うん。気をつけてね。うん。あ、俺がいなくなるとライブが一時停止するんだ。なるほどね。あんまり俺がいなくならない方がいいみたい。うん。できれば。あるる、あーら。みーちゃんの画質がない。みーちゃんがダメな。みーちゃんの画質がとんでもないって。そのうち治ります、きっと。る？先週する？とこのアルルが隅っこにいるんだけど。洗濯物。え？洗濯物気をつけてね。あんたの洗濯物がここにとてもあるんですわね。よいしょっと。
見えるでしょうか。じゃじゃん。あらま。はるちゃん。あんた最近そこ好きなんだよね。はるちゃん。ママだよ。なんかすごい、ちょっとなんか顔の4分の1しか見えてない。かわいいね、今日も。よし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 、今日もうっとうしかった。よしよし、全然嬉しい。出てくる。あ、でもこう顔をこすりつけたがってる。てっちゃんが映った、うん、よし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 。あ、そうだ、いつもさ、なんか私が外にいたり、うん、てっちゃんの方に岡崎にいたりするとさ、鮭、うん、ですかみたいに聞かれてさ、うん、確かに心配するよなと思って、知らない人もいると思うんで改めて言うと、私はあの若ちゃんっていう同居してるお友達がいて、てっちゃんが来るときはてっちゃんと入れ違いで結構自分の家に帰るんだけど、それ以外は結構うちにほぼほぼ同居してて、で猫がめちゃくちゃ死ぬほど好きなんだよね、若ちゃん。今も家にいるしょ、多分いる、もちろんいて、鮭と仲良しだから、まあ、そう、なんか岡崎との週末岡崎生活で結構心配されがちで、よく家ね外してるから、鮭大丈夫って思われるかもしれないんですけど、一応マジクソ猫が好きなお友達が鮭ちゃんといつもいてくれるので、そこはね心配しないでほしいなって思います。うちもね後輩がいるんで、俺が東京に行くときはそいつが見てくれてます。ウルトラマンティガとアルルです。お互いなんか助けてもらえないと無理な生活だよね。一人じゃね、とてもじゃないけど生きていけません、ね、洗濯できないしね。まあね、でもまだわかんない、本当にできないかどうかは。ワンチャンできる？うん、俺は洗濯だけは本当にダメみたいだ、心が追いつかない。頑張ってみる。ん？頑張ってみる。洗濯は頼むわ。眠そうだね。一回ぐらいこっち来たらどう？かわいい、なんか首詰まってる。かわいい。降りてきて、降りてきて、あれる。えー、だよ。待って。かわいそう。あれる。やればやるほど後ろ向いてるもん。やめてって。てっちゃんのペペロンチーノ食べましたか？あれ食べたよ、ね、食べたことある。あの時だっけ、ね、あの時だっけ、ん、練習中に食って思ったよね。練習、いや、もうね、終わってたと思う、本番だっけ。クロワッサン、クロワッサンを食って思ったんだ。食べさせてもらって、クロワッサン時間かかったな。もう一回作りたいな。大変だったね、あれね。ペペロンチーノはどれだけ楽か分かったわ。クロワッサンね、感動した。一発目のやつ食べた時感動した、美味しくて。どうやらむずいらしいね、あれ。いや、絶対私できない、前の。多分できるよ。ちゃんと私同じコメントが流れてんのかな。クロワッサン売ってほしい。みーちゃんの得意料理は？2人の写真撮らさないんですか？お腹すいた。
どこの方がいい？この前みーちゃんが寝てた押し入れです。太りすぎてるからもうほっといてって言って逃げ込んだ押し入れ。確かに。みーちゃんの料理はこれさ前言ったよね、なんか。ん？あんまり簡単なの言わないでって。あ、そうね。料理。でもな、料理しなさすぎてさ、何が得意、何が簡単なのか知らないからさ、わかんないんだよね。なんて言われたら嬉しい？なんだろう。なんだろう。でもさ、得意とかないんだよな、あんまり。全部1回ぐらいしか作ったことない。だから全部うまいもんね。レシピ見たらできるのよ、そこそこ。でもそのちゃちゃっと作るとかはできないし、目分量で調味料入れるとかもできないから、なんか難しい。得意料理レシピにできるやつが得意料理かな。言うほど餃子作らないよね。めっちゃ好きな割には。めんどくさいもん、餃子。何じゃあ。思い出、覚えてるやつだったら覚えてるやつ、でも何か知らんけどやっぱミルフィーユ鍋がすぐ頭に浮かぶんだよ。ねえ、あれ誰でもできるからやだ。それはもう今後封印です。でも最近だったらカレーじゃない、まあ、あとピーマンの肉詰め。なんと野菜カレーって言って。あ、そうね、野菜カレーだね。野菜カレーがいいって言ったら野菜カレー作ってるだろうね。みんな寝たいって、そろそろ眠いよね、さすがにね。私がね今7時なんですよ、こっちが。もうすぐ晩ご飯の時間で。みーちゃんなんだからみんな寝てる場合じゃないだろう。いやいやいや、これあれじゃん、てっちゃんが言う、ね、寝落ち勢がいるんじゃない？1万のまま減らないもん。そう、みんなこれ聞きながら寝てんだよきっと。いいね、それはありがたいもん。でもこれな、スクリーン、え？俺も聞きながら寝ようかな。え？ダメだよ、編集しなきゃ。私は現実に引き戻すよ。まあ一回寝る時間はある。え？今から？で何時の明日12時から予定があるから、それまでに編集を終わらせたい。予定何？動画に関わるので言えません。うん。あ、浮気だと思ってる。思ってません。昼の12時は夜の酒飲んでる時の125倍だからね。さやかだっけな、寝た。さやかだっけな。無安で見た。おーい。飯どこ行くの？その辺のお店？ホテル。お店だと思う。ポーランド料理？わからん。わからん。わからん。言わないくだけ。あれ？メイクさんと二人？なんか、今日は私はロケないけど、スタッフさんたちとかしてて、うん、スタッフ終わりで合流してみんなでご飯らしい。楽しい。めちゃくちゃ。いいな。え？そういうのいいね。そういうのいいね。確かになんかいい感じ。なんかコロナ始まってなかったから。うん。
番組は海外はコロナになってから初？番組では初かな。初かな。うん。いいね。ダスさんとご飯絶対にもうなかったから久しぶりだ。ダブルス食べてほしい。え、ダブルスあんの？ポーランド。トリニダーとトバコで食べてたやつ？そう。あったらめっちゃ食ってほしいわ。めちゃくちゃうまいよ。あんのかな？ダブルス食べてみてって書いてある。てるんだって。うん？てつやとみーちゃん付き合ってる？付き合ってるん？ってこと言う？そんな。公共の電波で言えるわけないでしょ。公共の電波なのかな、これって。内緒です。そういう質問は受け付けてません。はい。アイドルなんで、もっと。僕も人気 YouTuber なんで言えません、そういうことは。男女のああいうの、そういうのマジで、ファンのあれに関わるんで。うん。手とか繋いだのかな。それもちょっと言えません。すいません。不純性交友になっちゃいますからね。はい。ダブルス食いて。いいな。あったら。おしみつくんいるんだって。恥ずかしいね、てっちゃん。なんで俺に言うのよ。恥ずかしくないもん、別に。としみつくんに見られても。てっちゃんが恥ずかしい。いじられる。かわいそうに。一緒にインスタライブぐらいいいでしょうよ。もう。ちょっとそういう感じになって恥ずかしいんだろうっていじられることすらもしんどいからいじられないように何でもない感を装うのに必死。世間的にはこの配信はなかったことにしてください。恥ずかしいんで。もう多分グリーンショットみたいなしてる人が YouTube 載せる。切り抜き禁止って言っとけばと。あ、やってきたってあなたのあれですよ。はい。はい、ホストそっちだから。そっちが勝手に入ってきたんじゃないですか。ここに書いときね、このポーランドと中継がつながってますのところに。切り抜き禁止ですよって。すぐ TikTok になっちゃうからやだから。恥ずかしいな、ね。最初出てテンション分かっててよかったね。仲良しだねの人とさ、なんかそのちょっと盛り上がったとこだけ見てさ、ってなってる人とさ、あ、だからやっぱこういうテンションになっちゃう。寝ろよじゃねえんだよ、お前が寝ろ。誰？としみつのコメント。としみつくんに続く言葉はないんだけど。がちょっとなんかあったんだ。こんなこと言いながらリクエスト送ってきたりしてとか思ったけど来てなかったわ。3人でできるんだっけ。できんじゃない。うん、吉光くんが一番話しやすいかも。もともとね、俺よりも先にやってるでしょ、まことねえな、寝ろよじゃないんだよ。ポーランドと日本がつながっている歴史的な日なんだよ、今は。おしめつくんに入ってもらって一曲歌ってもらおうよ。だから普通に BGM としてやってもらえればね、ちょうどいいね。顔映さなくて。あ、すがし顔とかやってくれたらね、なんかポーランドっぽいんじゃない。
写真3000円だから。あ、そう、としみつ、あ、皆さんとしみつと写真撮るのは3000円ですよ。歌だったらもうちょっとかかるかもしれません。あ、全然ペイペイで払うんで。それはごリクエストすぎて口悪いわ、兄ちゃん。ポーランド進出でなんかプロフェッショナルの流儀みたいになるかなと思ったけど、ダメだったか。